今回は金融商品の特性とポートフォリオの論点についてお話ししたいと思います。まずは金融商品の性格についてです。金融商品には3つの性格があります。1つが流動性、これは換金のしやすさのことを言います。2つ目が安全性、これはリスクの大きさです。3つ目が収益性、これは高い収益が得られる可能性のことを言います。そしてここで一つ理解しておいていただきたい単語の定義がありまして、金融の世界でリスクというと、これは値動きの大きさのことを言うと思ってください。ですから、もちろん100万円を損するかもしれないというのはリスクですけれども、100万円得するかもしれないというのもリスクと言えるわけです。したがって、当然リスクが小さい金融商品からは高いリターンが得られることはありません。つまり安全性と収益性はどちらかを優先しようとするとどちらかが犠牲になってしまいます。これをトレードオフの関係にあると表現します。続いてポートフォリオについてです。預貯金や投資信託や保険、それから不動産や貴金属などの資産の組み合わせのことをポートフォリオ、あるいは総資産ポートフォリオと言います。またこの中でも特に金融資産だけのポートフォリオをマネーポートフォリオと言います。 FP の試験では単にポートフォリオといった場合、このマネーポートフォリオを指すと思ってください。ポートフォリオは運用目的を明確にして、運用期間と目標金額を定めて、経済環境を判断しながら作成することになります。個人によってライフプランの内容やリスクに対する許容度が異なりますから、ポートフォリオは当然個人差があります。ですが時間の経過とともにライフプランが変更されたり経済環境が変化しますので、ポートフォリオは定期的に見直さなくてはいけないというのは皆さん共通です。それから年齢を重ねるにつれて投資を失敗した時に挽回が効かなくなりますから、リスクの許容度はだんだん小さくなるのが一般的で、ポートフォリオは収益性の高いものから安全性の高いものへ見直していくことになります。ですから退職金をたくさんもらったからといって積極的に運用しましょうというのは FP の世界ではお勧めできない考え方だということになるわけです。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。